live and let die. さあ、イオリブランカ。さあ、開幕スライディングでリスクを追っていく。そうですね、このゲーム、リスクを追った行動が通ると、その試合計画にかなり影響してくるっていう感じなんですね。リスクを負った行動が結果としてリターンに跳ね返ってくる。その読み合いの、その、外の選択肢です。そうですね。それで、ある程度リスクを負って出した行動を通して、それで相手の心理状態をちょっと変えて、そこから強気に攻めたり、ちょっと、丁寧に守ったりっていう、そういう、さあ大パン昇龍の方が青い花より気絶値が高い。さあ全強電撃を怖がらずによく壊しを打った。さあ裏回りをきっちり読んでダイレクト。ダウンさんはちょっと今日来てないですね。さあチュンリーブランカ、そうですね、この組み合わせは結構チュンリーがまあ、いける組み合わせ。どうだろう、五分かチュンリー有利まであるんじゃないかっていう風に言われてますね。差し合いがやっぱりチュンリーが強くて、ブランカもそうやすやすと攻められない。しゃがみライバン、まだあまり。さあ裏回り、裏回りは見えていたが、大原くんが全キャン免許を失敗したが、リバーサル全キャン出すのがむずいんですよね、このゲーム。さあステップ壊しコパンキャノンスパイク。さあ気絶しがちょっと溜まって、でそれを経過させて投げ。さあうろうろしてチュンリーの空振りを誘っている。ちょっとキャミが画面端から外に行って、さあ角度を変えるキャミ、キャノンストライク。ありがとうございます。さあ下がっとキャミ、さあ C 坂だったら結構キャミに対してかなり厳しいが、 N 坂だとわからない。ダウン回避で、ヒーリングの後はね、ダウン回避ほぼ安定です。さあ、今暴れつぶしで、コアコッパが刺さる。これ、さあ、フーリガン狙ったが、ちょっと失敗。強気歩き投げ。投げて、で、一交換。さあ、こうなると、サガット側がリスクを負って攻めなければならないので、で、前転裏回りから小足空振りの投げ。まだ N グルワンチャンあるね。ピオらせれば勝ち。何してんの、おい、食らってるぞ。さてしかし画面端下がっと、画面同キャラ画面端は、さあピオリがあるぞ。さあこのゲームは触れていくと、はいはい、このゲームは相手に通常技をヒットさせるかガードさせると気絶値が継続するので、さあさあ 2-2 でラスト。さあ闇払いを重ねて、このゲームの闇払いはね、発生弾速が遅い代わりにイオリが動けるのが早いんでね。さあブランカ投げに行ったところをコパンで止めて、青い花。さあ垂直ジャンプで全キャン青い花を狩るの目的かな。さあしゃがみ中盤でブランカのステップは止める。でピヨって、ちょっと殴り合い行き過ぎたかな。そのまま死ね。 This battle is about to explode. Fight. さあ前転はしっかり読んでスピンドライブ。
さあステップが見えない。ステップはね本当にそれだけ見て小足を差し込まないとスキーに反撃できない。さあキャミーが、キャミーが強気に攻める。さあ対空はスパイ、前キャスパイラルアローで安定。さあ次の助、今多分しゃがみ投げ抜け出したんでしょうね。最近かなりイオリがどのグルーブでも強いっていう風に評価されてます。さあ投げて、このゲーム投げ無敵時間が6レあるんですけど、6レの間に投げは成立しないので9フレ立たないと投げられないという仕様になってますね。でその間に最速で暴れるかずらして暴れるかっていう暴れがかなり強い。さあスパイラルアローがスカルのをよく見ていた。しゃがみ中盤できっちり差し返して、さあチュンリーが、チュンリーがリード。さあサガットのテオに大足で相打ち。さあ端に追い詰められたサガットでもきつい。さあ大原ひよってるか。さあ全キャン、あガーキャンで返して、さあサガットともいえどもチュンリーの小回りの効く差し合いはかなり厳しい。さあ飛び越しして、飛び越し大パン読んで、さあサガットが割れそう。さあ割れて攻撃線当てて、さあサガットのアパカを読んでガードしたら、それを読んで大原が投げ返して、さてさてゲージが両方とも一応2本以上あるんで、さてガード、これちょっとつぐのすけくんが一発を決めるにはかなり厳しくなったかな。さあ、つぐのすけ暴れる。さあ、どうしようもなかったか。さあ、つぐのすけ逆転。3対2でつぐのすけくんの勝ちです。